ノーマン・バートラム・ノーム・コールマン・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家、法律家、第52代セントポール市長、ミネソタ州選出連邦上院議員を務めた。1993年にセントポール市長に当選した際には、民主党及びミネソタ州の民主党組織、ミネソタ民主農民ィン同党のメンバーであったが、1996年に共和党にらがえした。 2008年の上院選挙で、コールマンは再選を目指したが、その結果は長らく未定となった。コールマンの任期は2009年1月3日で終了し、その後6ヶ月間法廷闘争が繰り広げられたが、ミネソタ州最高裁判所は2009年6月30日に、民主党のアルフランケンを当選者として認め、コールマンに情報を促した。2011年現在は、共和党、 ユダヤ連盟のアドバイザーを務める。1949年8月17日に、ニューヨーク州ニューヨークで、ノーマン・バートラム・コールマンシニア及び、ベバリー・コールマン夫妻の間に誕生する。ユダヤ人であり、彼の父方の祖父はゴールドマンからコールマンに、改正している。彼は、ブルックリンのジェームズ・マディスン高校に通い、大学は、ロングアイランドのホフストラ大学で学んだ。 ニューヨーク州の上院議員、チャック・シューマーは、彼の高校の同期生であった。バーモント州上院議員のバーニー・サンダースと、ルース・バーダー・ギンズバーグ最高裁判所判事は共に、同じ高校の卒業生である。大学時代に、コールマンは、1960年代のカウンターカルチャー、活動家であり、寛容な民主党員であった。彼はメガホンを持って、キャンパスの周囲で、 定期的に学生たちに対して、ニクソン政権とベトナム戦争の不道徳さについて演説した。彼はしばしばマリファナを孵かし、20歳の誕生日をウッドストックフェスティバルで祝った。彼はジェスロタルや10ヤーズアフターなどのローディとして働いたという。ありがとうございます。